徳田修正記念館は、石川県金沢市東山にある、徳田修正に関する文化施設である。金沢市出身の小説家である、徳田修正の作品や業績を伝え、市民がその文学作品に親しむことを目的に、金沢市が2005年に開設した。修正の生誕地に近く、浅野川に架か,かる梅の橋のたもとにある。施設は、1階と2階に展示室を備え、 中世の直筆原稿や遺品などを展示している。1階には、中世の歩みを伝える常設展示室や中世の代表作に登場する女性を人形と映像で紹介するシアターがあるほか、東京都文京区本郷にあった秋子への書斎が再現されている。2階には常設展示室と企画展示室が一室、ずーつと朝の川の流れを見ながら休憩ができる。 文学サロンなどが設けられている。ガラス張りの1階玄関ホールは2階までの吹き抜けで明るい空間となっている。また入り口前には展望デッキがあり、浅野川周辺の景色を眺めたり、直接河川敷に降りることができる。川の向かい側には同じく、金沢出身で小崎公用に支持していた泉京花の記念館がある、金沢市文化施設共通館ランケンが使用できる。 徳田修正記念館金沢駅西金沢駅金沢西 IC 白山 IC 金沢東 IC 金沢森本 IC 金沢市における 1ABCD 徳田修正記念館条例金沢市大雪館迷うのも味わい看板目立たず迷子続出北国新聞2011年11月5日指定管理者制度導入施設一覧金沢市文化施設共通館欄券。 ありがとうございます。